お隣さんから聞いたんだけど、豚を逃がしてしまう悪い子たちがいるんだって。なんで子供だってわかったの？逃げていくのを遠くから見たそうよ。で、お隣って誰？うちの隣よ、神社さんのこと。彼は趣味で神社の裏で豚を飼ってるの。時々脱走中の豚さんがいるのはそういう理由だったのね。じゃあご飯を食べましょう。今朝は焼き鮭とこんにゃくの田楽です。ではいただきます。ごちそうさまでした。今朝は早く起きたんだろう。ラジオ体操に間に合うぞ。隣の神社に向かってレッツゴー。俺も遅れないようにしなくちゃ。行っておいで、ラジオ体操。はい、ということでね、また新たな朝を迎えて夏も続きからやっていきたいなと思います。ラジオ体操行かなきゃダメなん？もうめんどくさいんだけどな。でもあれ、出席カードに一応ハンコをしてもらえるからな。まあちょろっとだけ顔だけ出します。まあこれカットします。それでは始まります、ラジオ体操第一。スキップ終わった。え、一応これ出席カードはもらえるから、まあ1日目出てないけど、まあとりあえずいいでしょう。はい、押しました。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、今日はね、前回ね、一応あれだね、昆虫を30種類集めて、一通り、次は50種類になったんだけど、まあ、これ魚だよね。結構魚がね、なかなか四苦八苦してて。だから、まあ、とりあえず、まあ、まだ行ってないエリアとかが、これじゃないな。ごめん、間違えた。ここのね、こういうあたり、このまだ暗くなってるこのラッパ森とか、このあたり行ってないから、まあ、こっちの、エリアを探索しつつ、この川をね、川で釣りをしつつ行こうかなと。それでまた新しい魚が釣れんじゃねえかなっていう感じで行きたいね。で、魚集めて、もうそろそろステッカーでだいぶ溜まってきたから、てっぺん登れるんじゃないかなと。ねえ、やっぱステッカー溜まんないと体力不足で上までたどり着けないけど、こういうとこって、この川沿いってさ、釣りできる？これ、ここの上から。いや、これ危ないな。まずそもそも魚影がないとさ、釣れないんだよね。魚がいないから。まあいいや。とりあえずちょっともうちょっと向こう行きますか。で、まあ移動がてら、このラッパ森来た。なんか新種のね、また昆虫がいればいいなと思うんだけど、これいない？これ。ここは無理か。もうちょっと行くか、じゃあ。すげえ気になるな、この丸太の橋が。これ、ちなみにどこ行くんだこれ。これか、天狗の山に行けんのか。天狗の山ってさ、ミッションあった？これ、てっぺんに。あ、天狗山あるな。ちょっと行ってみるか。多分登れるか分かんないけど、ほっ、ちょっとここまで来たついでに、ある程度ステッカーもレベルアップしたから登れるんじゃねえかっていう。よし、ほっ。なんで？これどっちだ？とりあえずひたすら登りゃいいのかな、これ。ほっ！あ、新種もいる。いいじゃん。はい、捕まえた。セミの抜け殻。抜け殻かい。どうしよう。ゲット、抜け殻。まだまだいるね。ほっ！よし。ツバメシジミ。やったー。やっぱ新しいエリアにいると新しいね、虫も出てくるんだけど、ちょっと上登るか、これで。ほっほっほっと、あー、ダメか。こっから登るのはきついか。ちょっと待ってな。一回ここ行って、ほっと行って行って、よし。これで待ってな。回復待って、ダメか。はい。ほっほっ、あ、いける。よし。キアゲハ。よし、いいね。順調だね、昆虫も。なんだかんだ50話やってれば集まりそうだね。で、どっちだ？結構
あれだね。急斜面というか、登れるこれ。ここ絶対きついよな。お、優秀。お前優秀。オッケー。ただ、これ普通に道を登ってった方が良かったな。こんな崖登りをする必要はなかったんじゃないかという。でもなんとか行けそう。あ、行けない。行けません。ちょっとこれ普通に行こう。多分このねルートはね想像以上にしんどいと思う。なので。ただこれ普通に登れんのか、ひたすら上に行くような道をさ行けばいいのか。まあなんだかんだ登ってってるしね。これ上の方に上の方にこれで行こう。いや険しいねこの道も結構。ほっほっ、よし。はあ疲れたね。あれこれ結構登れる。これ蹴る。どうなんのこれ蹴ったら。はっ、これやばいな。やっぱ登れないんかここからは。違うね。やっぱこれさっきの場所みたいなところが登る しかないよな。体力的にやっぱもうちょい鍛えてから来た方がいいかな。ここなんだよな。ここは橋があるからこっちが登れるか。はっ、でもなあ、そこの崖を登れないとやっぱ結局話にならないから。いや、いけるか。はっ、ちょっと待ってな。これなんとかいけそうなんだよな。休んだら。はっ、まずここ登るよね。よし、角度的に登りにくいな。ほっ、あれ、ちょっと待って、これやっぱ向こうから行った方がいい。いやこれちょっと待って、角度が悪いな。こっち行こう。これでもう一回行ってちょっと厳しそうだったらまたチャージ貯めてから行こうよ。よし、ここ行って、おし、ここよ。ここをなんとか登りきれないと多分いけない。ほっ、いやーなんとかいけそうだけどな。微妙にいけそう。ほっ、あー届かない。ちょっとまた来ます。ちょっとおとなしくまた出直しましょう。ということで行きたい場所に行こう。ほっ、別ルートから行ったらいけんのかな。でも結局あの上登りきらないとダメだから、もうちょいやな。チャージ鍛えてやな。はい、魚いない。これちょっと一回た、あ、いる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 。よし釣ろうぜ。ちょっと待って、あれ、はっ、よーし、これは新種でしょ。カニもたくさん集めておいたからね。あー、ちょっと待って、これ浮きしか使えないよな。ちょっと待って、これ違う、もうちょいこっちや。こいつじゃないんだから遠すぎる。はい、はい、これでいけるでしょ。こいつを引っ掛けて新種の魚であることを祈る。ほっ、お前はなんだ。よっと、サクラマス一緒。なかなか新しいやついねえな。これ全部サクラマスなんかな。あ、なんかいた。ちょっと待って。よし。あれ、逃げられた。逃げられたな。へえ。ここなんかいそうだな、新種。今逃げられたけど一匹。まあいいか。とりあえず行こう。あっち側だよな。はい。ほっ、ほっ、こいつやっぱ運動神経いいよな。すんごい。お、ちょっと待って、通行人がいる。こういう人を話したいね。何やってるんですかお兄さん。お、こんにちは。館長かい。ラジオ体操した後なんだ。だから不思議とすっきりした気分さ。あ、それだけ。大したもんもな。
あ、これが目的地か。ちょっと待って。で、ここに目的地が来たから、山城だって。へぇー。これが博物館ね。待って、バス乗れんのこれ。もしかして。調べる。一回100円でバス乗れるよって。知らないバス停には行けません。なるほど。バス移動ができるようになるんだね。あれ、なんか落ちてる。回数券。いいね。隣バスの回数券。無理な場所には来てくれないけど、バス停がなくてもバスに優れる。優秀。やめて、今はいいよ。これで移動がだいぶ楽になるんだな。さあ、それで、目的地を、どこ行こうかなと。これちょっと天狗山が厳しそうなんで、まあちょっとまだ行ってない、こういう。どこ、なんか釣りをしたいんだよな。ここ行ってみようか。いや、ここでも結構崖の上だから、もうちょっとこっち側の湖あたり行ってみようか。ちょっと釣りをして、魚をね、とにかく20匹のやつ。これをね、サクッとやりたいんだよな。昆虫はやってれば勝手に集まるから。出たー、また登場。新しい座敷わらずか。魚いない？ほっ！いいね、新エリアも。なんだここ。お墓か。へぇー。坂池と書かれている、きっと。へぇー、なるほど。お墓がちゃんと、あるんだね。ほっ。なんか新種いない？おい、出た！出たー！ここは、こいつは何すればいいんだろうね。あのね。出た。おお、出た、ね。鬼ごっこしよう。鬼ごっこ。いいだろう。こっちだよ。はい。追いかけりゃいいのかな？どこ行った？あいつめ。いや、すげえな。瞬間移動がやべえ。ほっ、待て。いや。どこ行った？あ、いた。こっちだよ。待て。おー、行くね。ほっ。もう危ないぞ。そこ危ないぜ。ふう、捕まっちゃった。あった。遊んでくれて、ありがとう。これで二人目やな。遊んでくれて、ありがとう。OK か。あれ、これ二人にならんやった座敷わらし。二人になったね。オッケー。あと一人。場所は分かってんだけどね。場所っていうか、声の聞こえる場所はね。ただ姿がまだ見えないっていう。いかにもちょっと待って、蹴ってみよう。はい！ほら！いや、めっちゃ釣りしたいとこやな、これ。これ今どのあたり？オッケー。じゃあちょっとこれで、あっちやんな。これ一回降りるか。ここで釣りできんかな。魚いる？ほっ。魚がいないよな。魚影が見えないと魚いないから。はい。わ、しょっぺえ、ここ魚いない。登るか。いや、あっち。で、ここにまた新たな水辺があったはず。あ、なんかある、キノコ。なんか幻想的な音楽が流れ始めたけど、これで釣れるんじゃないかって。これ当たり、釣ってみようぜ。ほっ、なんかすごい雰囲気じゃない。なんかすげえボスが出てきそうな、神秘的なモンスターが出てきそうな雰囲気が。釣れないん、これ。こんな湖で魚いませんって困るんだけどな。あれ？ここ釣り場じゃない？ダメやな。ここ魚いないんか。
ダメやな。ちょっと待って、これ魚を求めてここに来たのにな。ほっ、あ、いや蹴ったらこれ何なんだろうな。ここだけ幻想的な BGM 流れる。どこ行ったらいいんだろう。釣りしに来たのに魚がいない、迷うね。どこ行く、まだ行ってない場所。でもここら辺結構もう、やっぱ海か、海行って魚釣り行くか。まあ、ちょっとこっちの上の方だけ行って。あ、いた。よし。やったー！マツムシ！どうしよっかなー。ゲッツ。よし、これで。あっちやんな。これでこっから登っていって。ほっ！魚さ、海でさ、おとなしく釣ってりゃさ、いろんな種類釣れんのかな。なんか似たようなやつしか出てこないから、あんまり同じ場所で釣っててもなっていう。かといって20種類もいるのか。また BGM が、あ、キノコもう一回取っとこうか。はい、ここはいる？ちょっと違う奥に来たけど、でも魚影が見えないからな、いないんだろうな。で、何なんだろうねこれ、めちゃくちゃ幻想的な感じが。いない、ちょっとな、いなさそう。他なんかないこれ。あ、逃げられた、逃げられた。はっ、ここで釣れるかなこれ。もういない、絶対いないわ。はい、キノコ何に使うんだろう。なんかこう食材とか使えるのかな。はい、めっちゃキノコあるけど、ここ、はい、このキノコも気になる。はい、そしてこいつ、はい、さあもうこれでだいぶ端の方来たか。あとどこ、これもうだいぶ上来たよな。もうこれ多分限界地点だから。あ、どんな問題。エゾシロチョウ、ワクワク。オッケー。でここになんかロープあるなこれだからここまでですよってことやろな。どうしようかな。もう普通に海行くか。海行って釣りして魚ゲットした方がいいのかな。トイレがある、仮設トイレ。使ったらどうなるこれ気になる。うお、何、嘘でしょ、戻ってきたわ。これは移動なのあれ。あ、トイレ、仮設トイレ入ると、あれなの、戻ってくんのこれ。今更知ったわ。まあいいや、じゃあ、ちょっと待って。違うやつやるか。座敷わらし、ちょっと魚どうにか、ちょっとカフェとか行ってみる？ほら、ここ。えへへーって。あれ？誰かここで喋ってなかったっけ？そう、前回からいたんだけどね。これなかなかね、とりあえず
ほら、あいつがわかんねえんだよな。どうしようかな。釣り、どっかで釣りするか。どれかちょっと登れるかさ、まだ一個も登ってないからさ、どれかてっぺん目指せるやつちょっと見てみるか。工場の煙突、灯台、時計塔、商店街のビルだって。そうだな。海や川の中全部釣って取って、探し回ればお魚全部集められるかも。そこなんだよな。わ、めっちゃダッシュしてる。この人たちもダッシュしてる。はい。チャリン。あそこにもあんな。いろんなとこにあんな。なんかいろんなもんが。はい。ほっ。はい。えい。よ。やばい。登れない。あれ、あそこのあれ取りたいんだけどな。よ、あれ、ちょっと待って、どうなってるこれ。ここじゃない。よ、いや、えい、よ、えい、や、はい、よし、これやな。ああ、もう一回あれやな、釣り行くか。とりあえずもう一回ここの海行って、川がなかなかな、同じやつ。川にもっと入ってった方がいいんかね。よし、めっちゃ貝殻落ちてる。はい、カニもいるやろ。カニね、こいつは餌だから。はいはい、あいよ。こういう、ここ行ってないな。ここから釣りできない、これ。あ、できる、できる。できるけど、魚影がないから。あ、いる、いるやん。釣りしよう。これ釣れるわ、多分。これで投げて。はい。頼むよ。いや、浮きの方がいいかな。違う。あー、行っちゃった。あっち、ちょっと待って、こっちを見てほしい。これで、はい、こいつを釣りたい。あー、逃げんな。釣れろ。あー、逃げられた。やばいな。来い。そう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 、来た来たぜ。クロダイか。やっぱ同じやつやな。同じところは。困りましたな。やっぱ違うエリアじゃないとダメだ。ここはね、だいぶ一通り取り入れてると思うんだよね。どうしようかな。魚料理を。そういや、作ってもらってなかったな。いくつか取ったけど、どこに行くかだな。
そうね、東大行くか一回、気分転換に。どっちだ、あっちか。よっ、ほい、さあ行こうぜ。ひたすらダッシュ。はあ、やめ、移動めんどくせえ。マジで、ただひたすらめんどいだけっていう。まあ、でも、あれやな。ちょっと一個くらいさ、登れると思うんだけどな。このチャージでも。痛っ。はいはいはい、行って。さて、これで、はい、えい、さあ、オッケー。いたいたいた、おじいさん。おやおや、森助か。見慣れないお客さんだ。森助。私は東大森の森助。君の名前は？僕は悟。森さんは東大に住んでるの？森さんではなく森助。森助。東大森というのは名前じゃないぞ。東大の管理人のこと。歌にもなってるんだけど、さすがに知らないか。森さんは知ってるの？もちろん。昭和一桁生まれの頑固じじいだからね。すげえな。昔のことは何でも知ってるよ。頑固じじいだって。で、あれか、登るの。入れない。これどっから登れるんだろう。まずこれ登らないとダメだな。ちょっと待って、難しい。よっ、えい、よっ、よっ、えい、や、えい、よっ、えい、や、あれ、登れない？よっ、や、えい、はい、あ、いた、落とされた。困ったね。まあ、普通に登るか、ここ。いや、登れんくない？これ。やっぱこの家から登るしかないんだよな。ここに一回降りて、こう登って、はい、これでなんとか上行けて、ここよ。調べる。どうやら鍵がかかっているようだ。どこかに灯台に入るための鍵落ちてないかなと。これは今は無理？どかす。よいしょ。捕まえた。お、いいね。ゲット。これ鍵を手に入れないとやっぱ無理だね。よし。やったぜ。黄金マダラ。黄金マダラ。
よし、いい釣りスポット見つけた。ここだったらさ、新しいの釣れそうじゃない？なんか、ほら、もうめっちゃなんか釣りのために用意されているかのような。釣れないかな、これ。いない魚。いるいるいる。ちょっと釣ろう。あ、めっちゃいるじゃん。釣ろう。よーし、ようやく、なんか新種に出会えるかな。食え。よし。オッケー。マジかい。なんでこれ、どこに新しいやつおんの。これ全部アジ。あ、でもこいつ、あ、でもなんかな、釣ったことあるような気がするな。全部そう見えてしまう。来い。ちょっと大きめだけどな、さっきのやつより。これ釣ってる、これ。来ない？消えた。なんてしょっぱいんだ。はい。来ねえかな。来い。いいよ。オッケー。オッケー、頼む。よしよし。お、鈴木来た。よしよしよし、やっと新しいの来たわ。どうしよっかな。いや、いいですね。あれもちょっと取ったことないんじゃない。あれにも行ってみよう。ほっ、来て、こっち。これ振り返れ。そう、食え。よし。釣ってる、これ。鈴木かい。鈴木だったわ。まあ、一回一種類新しいのが釣れただけでも、他にいないんかな、これ。よし。ほっ。こいつも一緒かな。ちょっと待って、これも釣ってみよう。はい、あれやった。食ってくれ。やばい、日が暮れてきた。あれ、こいつ空気ない、これ。餌が悪いんかな。他の餌じゃないと食べてくんないんかな。カニばっかりだからダメなんか。これさ、もう強引に泳いだら取れる、これ。あ、待った、来た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 。違う。ちょっとさ、水の中入って取れない、これ。捕まえた。これが早いな、鈴木かい。もうこれで取れよ。もう手づかみが早いな、これ。でも鈴木だったからな、意味ないんだよな。釣りなんかせずに手づかみだったらって思いたいけど、魚がいない。普通に取れるシチュエーションじゃないときついな。セミ、おい、おい、来たー、ゲット。ミンミンゼミ。これであと何匹だ。これ43。結局昆虫の方が先に集まりそうだな、なんだかんだ。お、また見つけた。ゲット。ガラス石。ここでおとなしく釣りするか。もうあんまいないんだよな。めっちゃいた。これで釣るしかない。ほい。誰か新種いない。ほい。釣ったことあるやつばっかりなんだろうな。アジだよな。はい。ほい。
アジしか釣れん。もう潜って取るか。はい。おっと。マサはこうやって捕まえる。もう釣りなんてめんどい。はっ。いいね、野生味あふれる少年。はっ。ということで一回この日は終わりかな。ということでとことこのお呼びが来たんでかなりいい感じと言っとこう。また晩飯食おう。僕町から離れて自動車道路の向こう側まで行ったんだ。ラッパ森ってところだよ。おう、何があった？山と川。おお、それはすごいな。もうラッパ森は自動車専用道ができたら東西に分けられちゃったのよね。もうじゃあご飯を食べましょう。今夜は鶏手羽元の唐揚げです。夏野菜のきんぴらもつけました。では皆さんいただきます。はい、ということでまた一日が終わったんで飛ばしますか。ごちそうさまでした。あ、どうした？純子姉ちゃんどうしたの？夕涼みに出るんだけど、サトルも一緒についてくる？いいね。なんで？夜、丘の上から街を見るととっても綺麗なんだ。でも一人で行くのはちょっとだけ怖いんだ。お姉さんでしょ？怖がりなの？そんなことないよ。矛盾してる。じゃあ一緒に来て確かめてみない？うん。確かに少しだけ怖いかもしれないね。ここはまだ裏庭よ。そっちこそ意外に怖がりなのね。そんなことないよ。かわいいな。とにかく私の後をしっかりかっちりついてきてね。夜道に迷わないように。うん。はい、ということで純子とラッパ山に登ろうと一緒に夕涼みデートに。あ、気になる。ほっ、待って純子。あ、テント虫、七星テント。やったー、もう一匹いるな。よし、こいつも捕まえて。よーし。ベニトガリアツバ、すごい色してんな。よし、さあ行こうか。ここは川の向こうへ近道できるようにって京子さんのお父さんが自分で作った橋なんだ。山に行く近道なの？うん、昔上に自動車道路ができる前はラッパ山の向こうに京子さんパパの会社があったの。でも道路ができるとき立ち退きになったから今はないんだって。そこは今高架下広場って呼んでる場所なんだ。ねえ、純子姉ちゃんのお父さんとお母さんはどうしたの？あの二人は商店街の福引きで大当たりが出て今は旅行の真っ最中。いつまで？夏休み中ずっとよ。すげえな。だから8月中は京子さんが私の親代わりなんだ。君と一緒にご飯を食べてるのはそういう理由なの。なるほど。親の言い訳としては私に一人で考える時間をたっぷりくれる夏休みなんだって。いくらなんでも長すぎない？うんうん。ねえ、それよりも夜こんなところを渡るのって怖くない？怖くないよ。だってお姉ちゃんここは慣れてるもん。あまりゆっくり歩いてたら虫に刺されるかも。ちょっとだけ急ぐね。急げって言って、じゃあ急ぐか。さあ、ひたすらダッシュ。
合ってるこれ、なんか違う方向来てないよね。大丈夫だよね。あれ止まって待ってるわ。どうしたどうした。はいはいはい。ここの丘をラッパ山、この辺り全体をラッパ森と言います。ラッパ森？そうよ、おとぎ話に出てくるような名前でしょ。昔熊に襲われないようにラッパを吹いて通ったという説もあるし、小さな精霊たちがラッパを吹いて行進したという話もある。なるほど。精霊？うん、私もよくわからないんだけど、この辺では結構見てる人がいるのよね。じゃあここがスタートライン。丘の上までどっちが早く登れるか競争ね。行くよ。1、2の3。待てい。うおー、こっちから行った方がいいんじゃない？これラッパ山よ。ほいほい。よ、いや勝ったでしょこれ。お、なになになに、なになになんて、グリ蹴ったらグリがめっちゃ落ちてきた。すげえな。遅えな、純子。待ってたよ。頑張れ、私。はい、お疲れ様。私、意外に頑張った。さすがに一気に上がってくると大変ね。ここが目的地？そうよ。ここが、ラッパ森のラッパ山。ほら、夜景が綺麗でしょ。うんうん、今見えてるのはよもぎ町？そうよ、私が生まれ育った愛すべきホームタウン。あと、こっちにはお城もあるよ。お城もよもぎ町？そうよ、全部よもぎ町。灯台から光が出ているね。うん、街の明かりが綺麗だね。うん、あと今夜はなんといってもフルムーン。じゃーん、満月なの。本当だ、満月が輝いていて、お城もあって虫たちがたくさんいてでもまあ刺されたら嫌だけどね。うんうん。そして街の明かりが輝いてる。うん、あの一つ一つにそれぞれの人生があるんだよ。どういう意味？こうして丘の上から見下ろすと、いろんな命が宝石のように輝いてる。今私の目の前に無駄なものなんて一つもない。こうしてあの夜の出来事は終わった。じゃあ帰るよ。帰りは山を降りるだけだから、一気に明日バソンまで行こうか。じゃあ用意ドン。さあ、ということで帰ろうということでついていくか。いや、こう見るとあれだね、やっぱよもぎ町も田舎町ではあるけど、すごくいろんなもんがねえこの小さいエリアに詰まってて綺麗だよね。さあ、純子、行け。これあんまり追い抜いていくとさ、途中で待って会話のイベントすっぽかすからね。どこで立ち止まるかわからんからな。一応後ろをつけていこう。
いや、魚がな、思いのほかちょっと釣れなかったのが嫌だったけどな。まあしょうがないね。またちょっと出直して釣り行くか。はい、帰ってきたぜ。帰り道はこっちだよ。はい、お疲れ。ご苦労ご苦労、今日は疲れたね。で、丘の上はどうだった？うん、丘の上は怖いところじゃなかったし、純子姉ちゃんは怖がりじゃなかったよ。え？わあ、その話忘れてた。なんだよそれ。ということで、これでまたあれだね、私は虫に刺されちゃったよ。でも今夜は楽しかったね。うん、まあ、サブクエスト的なものをクリアできたんで、まあ、この日は終わりかな。やっぱり怪しいのよねと。誰が怪しいの？それは秘密。怪しい怪しいずっと言ってるからな。ということで、絵日記書いて寝ますか。そうだな、東大森さんに会ったんだ。仕事は東大森なんだ。頑固じじいだよ。頑固じじいだよ。はい、これだね。やっぱね、二人でラッパ山に行ってみた。夜の景色とお月様が綺麗だな。でもちょっぴり眠かった。いや、それはダメだろ。ここまでだよ。そうですね。はい、まあ、こんなもんかな。はい、寝ます。